ANA チーム羽田オーケストラによる静岡空港開港15周年記念演奏会を開催いたします。 ANA チーム羽田オーケストラはパイロットやキャビンアテンダント、グランドスタッフ、そして裏方のサラリーマンなど、それぞれの職場で働く ANA グループの社員が音楽でつながったオーケストラバンドで、全国各地の空港やイベントで演奏をしています。静岡県では初の演奏会ということで、静岡空港開港15周年のお祝いにメンバーが駆けつけました。それでは皆さん、どうぞ演奏会をお楽しみください。静岡空港へ参りました。本日はよろしくお願いいたします。いやー、皆さん大変静かに聞かれるのですね。静かすぎるとですね、大変苦しいんですよね、こちら側、こちら側に立ったことのある方よくわかると思うんですけれどもね、無音というのはなぜか知らないんですけどね、非難のように聞こえてしまうんですね。なんで少し体を動かしたりですね、まあ咳払いもくしゃみもしてください。鼻をすするのはね、隣の人にちょっと気をつけてくださいね、はい、嫌がる人もいますから、本当にリラックスして、とはいえこんなに多くの方に足を運んでくださって、後ろの方窮屈かもしれませんが、続いての曲、群青、富士山、静岡空港で富士山を思い浮かべながら盛り上がってまいりたいと思います。もし手拍子できる方、よろしくお願いいたします。それではお聴きください、群青。
ありがとうございます。いや、気持ちよかったんでこのままもう帰りたいぐらいですね。まだまだだ。まだまだだ。おお。さあ、まだまだでございます。ANA チーム羽田オーケストラは2011年、東日本大震災の時、羽田空港で、何かできることはないかと社員が集まって演奏したのがきっかけで生まれた本当のただの社員のバンドです。普段はそれぞれが違う仕事というか、それが仕事というか、はい、要は仕事がちゃんとありまして、こうやって機会をいただいて演奏する、そんなオーケストラバンドでございます。半年以上ぶりのこういう公開エリアですかね、パブリックスペースでの演奏ということで、年がいもなく興奮しております。興奮しております。しかも、初めて訪ねることができた富士山静岡空港、やはりゆかりのある曲をお届けしたい。まずはこの曲から。富士の山
曲名を言わずに演奏しようと思ったんですが、いやいや何の曲をやるんだと思われるかなと思いまして、と言いますのも、ここを地元の方であればもちろんこの曲は、耳慣れた、そして歌い慣れた曲だと聞いてございますが、そして関東だとどうも千葉県の方はこの曲はよく当たり前のように知っていて、どうだろう神奈川県はご出身地によってはこの曲を知ってる知らないがあったなということを、はい、弾く間際に思い出しまして、富士の山とご紹介いたしました。ちゃんと富士山になっていたでしょうか。静岡県ご出身の方は有名な方たくさんいらっしゃいますね。広瀬さんとかね。私たちいろいろなところを訪ねて、その土地の、ゆかりのある曲を探すと、 NHK さんにはよくお世話になります。連続テレビ小説夏空というものがございました。いや季節変わりましたね。もう春というよりは台風なんていう話もありまして、夏だなと。夏空で流れていた広瀬すずさん主演でしたね。スピッツさんもね、静岡出身のバンドメンバーの方がいらっしゃいますので、この曲をお届けしたいと思います。優しいあの子。
ありがとうございます。スピッツさんから優しいあの子、夏空の主題歌から演奏させていただきました。手拍子難しかったですかね。気にしないでください。いいんです、叩きたいように叩いてください。一応参考はやりますんで、はい、大丈夫です。いや、夏空の主題歌をやったら急に熱くなった気がする。後ろで立ったままご覧になっている皆様もちょっと熱いですよね、きっとね、続いての曲、こう熱い感じでやりたいんですよね。広瀬さんも清水ご出身だったかな。あともう一人清水ご出身で、久保田さんがいらっしゃいますね。ララ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 。あれ誰もわかんない。僕の歌が下手すぎてね、はい。じゃあ楽器で。さあ、ポンポン初公開かな。初めてのラララララブソング。富士山静岡空港でお届けいたします。聴いてください。
ありがとうございます。ロンバ系ですね。これで分かる方、いいお年ですね。分からない方、これからの日本をよろしくお願いします。いやもうね、もう少し頑張ればね、夏休み、あまだまだもうちょっとあるか。ロングバケーションね、いいな、取れる人は。飛行機は毎日飛んでいますからね。さあ、そんな毎日飛んでいてほしい飛行機ですが、ここ富士山静岡空港 ANA、沖縄那覇空港から、そして札幌は新千歳空港から、飛んでいた便が、コロナという出来事によって、続けることが難しくなってしまい、苦しい時間が続いていました。で、世の中は、やれ脱コロナ、コロナは終わったと、そんな雰囲気が出てまいりましたけれども、まだ運航再開できていなかったのですが、ようやく7月から ANA 飛びます。本当に我々の至らないところもあって、もっと早く始められればよかったのかもしれませんが、7月になんとかこぎつけることができた。これを支えてくださった地元の関係者の皆様や、そして利用したいとそのようにおっしゃっていただけるお客様がいたからこそ実現したものでございますので、何卒ご愛顧賜りたいと思います。一応こういうですね、固い挨拶もできるんですね、サラリーマンからね。はい、これやらないと後から支店長に殺されちゃうんです、ね、今のはカットでね、はい、いや、富士ドリームエアラインさんね、素敵な色の機体がたくさんあるんですよね。我々2曲目、群青青が群れると、この曲のタイトルから、まだ昼にもなってないのにね、夜遊びさんの曲からみんなで盛り上がりたいと引っ張ってきたわけですが、やっぱりいろんな色があっていいんだと、皆さんが乗りたい飛行機の翼、あるいは飛行機の色は何でもいいんだと、なんか色ネタがないかなと探してまいりました。 FDA さんね、赤もあればね、黄色もあればね、緑もあるんですね。もちろん青もあるんですよ。青は我々がやったとして、黄色と緑難しいなと。黄色と緑もういいですか。緑黄色社会さん、7月の運航再開に向けて、我々 ANA グループ社員一同メラメラでございます。それではお楽しみください。メラ。
しましたね。暑いよ暑いよ夏だよ皆さん暑いですよね。いや、ここ静岡県はサッカーが強いですよね。応援ソングもねたくさんありますし、また機会いただけましたらね、サッカーネタもねやりたいですよね。さあ、我々まだサッカーボールいただけておりませんので、サッカーネタはまた次回にするとしてさらに熱くなりたいなと思います。ここ富士山のスケールに負けないように情熱的なあの曲をここ静岡空港で皆さんと盛り上がりたいと思います。情熱大陸、本日はピアノから始まります。まずはピアノ、グランドスタッフ中央行きます。本物ドラム、パイロット、さあその隣ベース、システムギア、何でもやります。サラリーマン、奥行きましょう。トロンボーン、スケジュール、キャビンアテンダント、フルート、キャビンアテンダント、そしてバイオリン、サラリーマン。
本当にありがとうございます。楽しかった。ここまで演奏をお届けしてまいりましたが、お楽しみいただけておりますでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に後ろの方からも見てくださってありがとうございます。ガラスの向こう側からもありがとうございます。続いての音楽が、最後の曲となります。本当に最後の曲になるかどうかを決めるのはお客様次第ではございますが、続いての曲、最後に ANA グループの飛行機の中に乗っていただきますと流れるあの音楽、アナザースカイをお届けしてこのステージの締めとさせていただきます。アナザースカイ、もう一つの空という意味もございます。次の空というふうにも訳せるかもしれません。これまでここ富士山静岡空港の皆様におかれましては、まあ、コロナという時間、そしてそれが経た後も世の中が盛り上がる中でまだ本来の姿に戻らない時間をお過ごしになられていた、その時の気持ちというのは耐え難いものがあったのではないかなと私ながら想像しております。しかし、まあ、いつまでも嫌なことばかりではない、そう信じられるような世の中が確実に日本だけでなく世界には始まりつつあるんじゃないかなと、そう期待して信じているところです。そんな時に皆様がどこかへ行ってみたい、あの人に会ってみたい、あのご飯を食べてみたい、あの景色を見てみたい、そう思った時にお役に立てる翼になれるように ANA グループ一同今以上に励んでまいりますので、どうか青い翼どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの富士山静岡空港、本日は15周年という区切りではございますが、20周年も30周年も50周年も100周年も多くの皆様に愛される空港になることを信じて最後にお届けしたいと思います。アナザースカイ、聴いてください。本日は本当にありがとうございました。
なできる。アンコールということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。チャッチャッチャッチャができる皆様、なかなかいいお年を召されてですね、わからない方、これからの日本をよろしくお願いいたします。いや、静岡来ましたからね。あのイラストが空港中にございますよね、桜桃子さんの。やっぱりあの曲やりたいなと思います。ね、みんなでピーからピーからパッパラパーになりましょう。今日がどうかいい一日になりますように、そしてこれからも多くの皆様に愛される富士山静岡空港でありますように、アンコールお答えいたしまして、踊るポッポカリ最高。足を止めてくださってありがとうございます。この後ですね、11時15分から富士ドリームエアラインズトークショーが始まります。どうかこのままステイ with our tune。
ラジオじゃねえんだよ、はい、本当にありがとうございました。我々ですね、あともう一回演奏するのかな、2時半、逃げないように監視されてますんで、もしお時間許す方は全く同じ曲ですけれどもね、はい、楽しみいただきたいと思います。ありがとうございました。